んな小さな指輪が今や終焉の鍵となった。先生、コルドロンが眠り続けるなら、あるいは予言が誤るかもしれん。そのティトレルの指は野望を持つ者に決して渡してはならん。おい、ここにいるぞ。本当だ、地下まで潜らなくて済んだ。手間が省けたじゃないか。な、何の用じゃお前たち。待った、危険よ。俺たちはバレンタイン用の言いつけで来たんだ。おじい様の。王様はお怒りだぜ、お姫さんよ。王様に逆らっちゃ、たっけえか縛り首って相場が決まってる。黙ってろ。なに、心配はいらねえ。王様はお優しい方だからな。指輪を返して王様を手伝うなら、また可愛がってやるとさ。ベルベット様、指輪は渡します。やるのは無理だ。指輪をかすめとっちまえ。いつも町でやってるようにやれ。数が多すぎる、逃げるんじゃ。うるせえな、ジジイ。先生、わしのことはよい。その指輪を誰の手も届かぬ場所へ。逃がすな。見ての通り、ハインデルの魂は星座へと戻った。何をしに来た、魔石使い。答えによっては山を降りられぬぞ。あなたを待っていた。ハインデルの友人に会うためにこうして待っていたのです。我が名はワーグナー。何者だ。素性が知れねば相手ができぬ。バレンタインの王女ベルベット、世界から生を貪るあの炉を作った者の身内ではないか。それでその魔石の鎖。ハインデルは最後に告げました。間もなく妖精の国に住む黒い剣士が首を取りに来ると。何もかも分かった上で運命に従って死んだのです。その時にあなたの話。その魔石でやられたのだ。死んだなどと子供だけによく言う。理由は血も涙もない。トカゲの類と見下すのか。ただ一人の友の死がどれほどこの胸を刺し貫くか、お前には分からぬようだな、バレンタインの魔女め。その血をすすり骨を噛み砕いて我が慰めにしても足らぬ。ここであった不幸を呪え。ワグナー、待って。Hey, yep!
いい気になるな、小娘。本気の竜がどんなものか、今知らしめてやろう。私の命を取るのは、話を聞いたからでも遅くはないはず。命乞いなぞ聞かぬ。私は最悪を避けるためにコルドロンを止めたもの。ハインデルの助言に従ってここへ来たのです。何と言った？あの魔石を生み出す炉を止めたと言ったのか？もうコルドロンには誰も命令できません。このティトレルの指輪を持つ者を除いては、この指輪だけが再びあの終焉の釜を蘇らせるのです。それが本当の話ならば、もはや魔石は作れぬわけだ。魔王やゴブリンたち皆がこの指輪を狙ってきます。力を貸してください。私はこの指輪を誰の手も届かぬ場所に隠すためにここへ来たのです。バレンタインの王族が自分たちの墓標を始末したいと申すか？願ってもないことだ。だがこの地上に手の届かぬ場所などはない。どこであろうとドワーフどもが掘り返してしまうだろう。ではどうすれば？その指輪を預かろう。私は空の覇者ワーグナー。たとえ相手が終焉の獣であろうと、雲海の上を飛ぶ者には手出しできまい。相手がオーダインというならなおさらだ。なぜ？かつて奴と引き分けたことがある。その武勇に恩賞として血を授けたのだ。あの男が肉体に隆々とした力を得たのは我が竜の血のおかげよ。故にオーダインの力はこの身には働かぬ。さあ投げ入れろ。指輪は王たちだけでなく、この世にあらざる者も狙っています。気をつけて。確かに預かった。感謝します、ワーグナー。王大院に追われているならもう山にも近づかぬ方がよかろう。この辺りで魔王のワルキューレたちをよく見かける。どこに隠れても意味はありません。いずれこの状態に終止符を打つ時が来るのでしょう。バレンタイン王家のものでありながら、私はオーダインの娘でもあるのだから。何？言葉通り、ほどなく私は魔王軍に捕らえられることとなる。勝利の宝を台無しにした罪人として。